河原町駅。河原町駅は、香川県高松市にある、高松琴平電気鉄道の駅。琴平線、長尾線の駅は、常磐町一丁目、市戸線の駅は、八坂町にある。駅番号は、琴平線が、K02、長尾線が N、N02、市戸線が、S00。同社運営路線及び子会社のことで、バスにおけるターミナル駅としての機能を有しており、 高松琴平電気鉄道の3路線すべてが乗り入れる。以下取扱窓口、以下定期券窓口がある。1996年に完成したことで、河原町ビルと一体化した構造になっている。琴平線と長尾線の乗降場はビルの1階部分にある。琴平線は、島式ホーム1面2線、1.2番線。長尾線は、片面ホーム1面1線。 三番線である。長尾線は片原町側で琴平線に交流する。また、花園側には有効長6両分と4両分の留置線がある。駅名標は当駅独自のデザインが採用されていたが、河原町フラッグオープンと同時期に大駅と共通のデザインに交換された。四導線はビル東側の道路を隔てたところに、東端式ホーム一面二線。 4.5番線があり、ラッシュ時以外の列車の発着は4番線のみを使用する。琴平線、長尾線とは線路がつながっていない。琴平線、長尾線乗り場とは地上2階の連絡通路で結ばれ、動く歩道が設置されている。改札口は駅ビル2階部分と指導線ホーム探知上部、指導線口の合計2カ所である。双方の改札口から、 すべての路線が利用できる。改札には自動改札機が設置されているが、以下専用で普通券は実機化されていないため、乗車券類の投入口はない。日本の鉄道事業者ですべての自動改札機を IC カード専用として乗車券類の扱いなくしたのはことでんのみである。普通券などは自動改札機の脇に設置されている有人通路で改札を受ける。 列車発車時には一番線で、バンドの、くるりの作曲になる、オリジナル曲が、2018年3月21日より、3番線、上り列車のみで、イ通エースモールワールドメロディが流れる。2018年3月20日以前は一番線に、オビーラ、ディオビーラダのメロディが使用されていた。ビルの3階は、天井の高さこそ、他のフロアと同一だが、 4階へのエスカレーターは他に比べて長い。これは当時香川県が計画していた琴平線と長尾線の高架化を考慮したもので、この部分に鉄道を付設することが可能な構造になっている。高架化は財政難などの理由から香川県が2005年に事業凍結し、再検討委員会による見直しを経て、2010年に事業中止がほぼ確定した。 途中下車指定駅、駅ビル建設工事が開始される1994年以前は、全路線の乗降場が、現在のビルの敷地内に存在した。当時の駅構造は、片面、島式ホーム3面5線で、片面ホームの1番線が、琴平線上り、島式ホームのうち2番線が、琴平線下り、3番線が、四戸線上りよりとも、同一、ホーム、 スイッチバックを伴う4.5番線が長尾線だった。ホームはカーブ上にあり、1番線は電車とホーム間の隙間が広かったため、1970年代から1980年代初期に購入された1050系、1053型、1061系、9、阪神電気鉄道と1063系、9、三義鉄道中央の客用扉を埋めていた。 その後導入された1080型では、中央扉の埋め込みは行われず、注意喚起のステッカーを貼って対処していた。2015年度の1日平均乗降人員は13,142人で、ある。ことでんの駅では最も乗降人員が多い。2007年度の1日平均乗降人員は12,904人で、ある。平成に入って、以降、 商業地の公害化やモータリゼーションの進展などによって利用客の減少が続いていたが、ことでの経営改革の成果もあって、近年では利用客は横ばいか微増傾向となっている。近年の1日平均乗降人員推移は下表の通りである。メインゲートの西口はフェリー通り高松主導魚野鳥栗林線に面し、その河原町駅前広場は、 面積3970メートルの都市型の駅前広場となっている。改札から連続する2階部分はペデストリアンデッキになっており、順に地上は河原町駅前、バスロータリー、地下1階は河原町駅前地下広場と河原町地下自転車、駐車場、地下2階3階は高松市立河原町地下駐車場の5層構造になっている。東口は 高松市道河原町松島線に面しているが、駅前広場などの施設は一切存在しない。この東口にも河原町駅東再開発の一環で、面積3900メートルの河原町駅東地区、駅前広場の整備計画がある。2014年3月に、番長5丁目から、朝日町に移転した香川県立中央病院行きのバス、今橋駅経由。 全便度休日運休はこの東口から発車している。菊池広市通り、常磐町商店街方面から来た歩行者が、フェリー通りと河原町駅を越えて東口へ抜けることのできる自由通路は、ペデストリアンデッキと地下道の二通りがある。そのうち特に地下通路は自転車の通行も可能で、地下駐輪場が併設されていることもあって西口、東口のいずれの入り口にも、 海岸脇に自転車用のエスカレーターが設置されている。河原町フラッグの地下1階は再オープン当初ってなんとが確保できなかったため地下広場から河原町フラッグに直接入ることができなかった。2017年6月より地下1階には食料品スーパーの木村などが入居して営業している。ペデストリアンデッキは公共スペースとして 商店などの営業活動が認められていないが、これについて、高松市や商店街振興組合などで組織される、中心市街地と田園地域が連携する高松コンパクトエコシティトックの推進本部会、本部長は、大西秀都市長は2015年8月26日に、国に対して規制緩和を求める方針を決めた。駅前のバスロータリーからの高速バスの発着はなく、 空港リムジンバスも現行の高松空港が開港して以来当たり駅を経由していなかったが2008年平成20年6月1日より高松空港行きの一部8便と高松駅前行きの全便が発着するようになった仙台駅舎時代にあった駅前広場の噴水は JR 高松駅の花時計と共に待ち合わせの目印として知られていた 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。